尴尬。开始了。哎，有人进来。我怎么看到？哎，有很多。这下面是有人看的意思吗？嗯。こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。皆さん来るの早いですね。こんばんは、こんばんは。日本語話す機会あんまないんで、なんか聞きたいことあれば聞いてください。こんばんは。こんばんは。いえいえ、これ来ていただいてる人数ってどこで見るんですかね。最後も英語さしてますか。してないです。芸能界に入ったきっかけは、まあでもずっと、台湾に来てずっと活動したくて、まあいろいろなご縁があって、はい。あ、これ本立てメガネじゃないですよ。ちゃんと胴入ってますよ。そうです。日本語名は You ですね。YU で You です。日本のイベントはそうですね。コロナが終われば宣伝に行く予定だったんですけど、厳しそうですね。台湾語と日本語。日本語の方が得意ですよ。母国語は日本語です。何歳まで日本に住んでたんですか？18、19までずっと日本でした。夢は日本語で見る。どっちもありますよ。昔日本の CM 出てましたよね。出てないと思いますよ。何でしょう。何の広告ですか。日本にいた頃から、そうですね、ハーフなんで、聞くことはできたんですけど、あんま喋れなかったですね。ピアスはいつもつけてますか？そうですね。これドラマと一緒のやつなんですけど、僕がもともとずっとつけてて、撮影始まるときも、じゃあそれそのままつけようか、みたいな感じで。台湾の言葉はどうやって覚えたんですか？めっちゃ勉強しました。僕は愛知県出身です。そうですね。ファンレター。どこに送ればいいんですか？
で、多分、はい。DM 送ってください。多様な方、いや、僕ハーフですよ。うん。お芝居と歌どっちが好きですか？どっちも好きです。デビューしたばっかなんて、はい。台湾のおすすめのご飯。台湾のおすすめのご飯。ルーローファンってやつがあるんですけど、なんか角煮を細かく切ったご飯みたいな、なんかご飯があるんですけど、それ美味しいですよ。台湾来たら食べてみてください。お、インドネシアから。お、ルーローファン食べたい。美味しいですよね。多分結構日本の方も台湾に来たことある方って多いですよね、多分。そうですね、僕はこっちで一人で住んでますね。そうですね、日本でもファーミンティング行きたいですね。多分5、6月、7月ぐらいに就職じゃねえわ。収束すれば。日本で宣伝に行きたいですね。得意料理教えてください。なんでも作れますよ。いや、それは言い過ぎですね。なんでも言い過ぎです。基本、自炊してるんで。そうですね、料理しますよ。部屋見たよ、インスタで。ぜひ行きたいです。台湾のおすすめの台湾スポット。そうですね、花蓮、花蓮、花に、なんていうか、連絡の連に草かむりつけた字があるんですけど、そこは絶対行った方がいいですよ。あ、歌聴いてくれてるんですか？そう、僕、シングル出してるんで、そうですね、ファーリアン・カレンですね。歩道橋のシーン、あれは全部、ほとんど台北ですよ。結構有名なスポットらしくて、シーメンってとこにあるんですけど、いろんな作品もあそこで撮ってるらしいですよ。授業中なんですけど、見ています。授業聞いてください。と、歌ってください。嫌です。 CD 届いてないけど買いました。お、ありがとうございます。中国語と日本語喋ってる雰囲気、喋る声が違いますね。よく言われますね。なんか日本語の方が声低いですよね。ピアノは弾けるんですか？弾けないです。ちょっとだけ弾けます。ほんのちょっとだけ。 CM また行きたい。来てください。ギターは何歳から始めました？中学1年生、いや2年生、いや3年生、中学生の時です。母国語の方が声低くなるし、ですよね。やっぱみんなそうですよね。ダンスもうまい。僕ダンスめっちゃ下手なんですよ、実は。内緒です。
染めたことありますか？僕一回も髪染めたことないんですよね、人生で。辛い鍋食べる。あ、明日もなんだっけ、明日もライブあるんで、多分インスタで多分ライブやるんで、明日もよかったら通販と一緒にやるんですけど、多分結構長くやるんで、ぜひまた明日も、まあ、中国語なんですけど、はい。で、明日、夕飯食べましたか？ちょっと食べましたよ。皆さん、何食べたんですか、今日。何食べたんですか。アーカイブ残ると思いますよ。地毛ですよ。めっちゃ。羽毛はすごい。カレー。カレー。たこ焼き。おじや。鍋。カレー多くないですか？シチュー。まあ冬ですもんね。パン。好きなお菓子。僕お菓子食べないんですよ。まだ食べてません。チキンタツさんは夏。味噌汁です。カレーの煮付け。あ、いいっすね。和風パスタ。ミスド?チャーハン。野菜ジュース。帰ってきたばかりでまだ食べてません。お疲れ様です。豚汁。おでん。麻婆豆腐も多くないですか？日本に帰ったら何食べたいですか？日本に帰ったら、ブリシャブが食べたいです。東京、今日雪が降りました。おぉ。いいな、雪。カレー。ケンタッキー。ナシゴレンってなんですか？いくらご飯、いいな。鮭。あ、ラーメンも食べたいっすね。最後に日本帰ったのいつですか？いつだろう。1年以上帰ってないですね。日本でも活動してほしい。公園があれば。鍋焼きうどん。いいですね。名古屋でおすすめありますか？きしめん。いやー、味噌煮込みうどんですね。でもあれ結構好み分かれますよね。俳優仲間と日本の話します。最初入りは多分。最初、日本のどこなのみたいな感じからみんな始まりますよ。日本語のセリフはゆうくんが考えてるんですか？そうですね。監督さんと話してて、あ、ここ日本語入れたらいいんじゃないみたいな感じで、まあ、その場その場で考えて話しましたね。結構アドリブが多くて、楽しかったですね。台湾人やっぱみんな日本好きなんで、はい。石井田さんの日本語は上手ですか？すごい上手ですよ。
水中シーン大変でしたか？大変でしたね、あれは。もう目が紫になるぐらい潜ってパチパチしないといけないんで大変でしたね。その後も撮影だったんですけど、ずっと氷で冷やして赤くならないように。第5話。次何話ですか？次何話？下一集是第四巻後。VIP 数。あ。次4話。え、次、日本って5。次5話ですか？うん？次5。5話。5話が多分シーズン1で一番見どころなんで。うん。明日っすよね。5ありがとうございます。ここは水泳得意ですか？僕実は泳げないんですよ。好きなシーン、やっぱ5話全部見どころですね。見てーって。北海道に来たことありますか？ありますよ。中学校の修学旅行で行きましたね。また行きたいです。泳げない、僕泳げないですよ。日記は出ますか？日記あるんですよ。ミキ、エッチユーチー派。3月5日からシーズン2あるんで。楽しみにしててください。5は2時間くらいやらないですかね。めっちゃおもろいっすね、それ。福岡行きたいですね。四国行ったことないですね。スキーとスケート、どっちが得意ですよ。うん、スキーですね。運動は、そうですね。今は、軽く走るぐらいしかしないですね。まだ3話しか見れてないので、うん、見てください。うん、大阪行ったことありますよ。横浜行きたいですね。岡山行ったことあるような気がするな。30分本当に短い。いやー、よく皆さん行ってくださるんで嬉しいですね。200話ぐらいやってほしい。200話やったらどうなっちゃうんですかね。うん、ピアスいつでしょう。ぜひタイに来てください。タイからタイも行きたいんですよね、実は。30分が5分で勝ち戻る。うん、コアは激しいですか？うん、激しいっすよ。うん、200個やったらおじいちゃんになっちゃいますよ。朝ドラにしてほしいな。うん、ピアス1,2,3,4 5個空いてますね。今何時ですか？撮影期間は1ヶ月でしたね。1ヶ月ちょっと。日本で地上波で見えたらいいな。いやいやいや、本当に本当に。
本でイベントやってほしい。行きたいっす。日本でイベントやったらもう、僕遊びに行く感じですからね。好きなアクセサリーは。ピアスですね。ピアスしかつけないです。視力悪いですか？そんなですね。そんなです。上海、上海も行きたいですね。昔上海にもいたんですよ。おいでやす。ありがとうございます。プライベートではとても静かな人ですか？それとも中国語はあんまり喋れないから。いや、もう普段からあんな感じ、こんな感じですよ。で、あんま喋んないです、僕。身長は182です。刑事も日本でドラマ日本でも活動したいですね、将来。はいはい、ぜひ。肉派、魚派。肉ですね日本の俳優、いや僕日本で活動したことないんで、はい、ぜひぜひ。 LINE 配信、 LINE 配信なんてあるんですか？兄弟いないですね。寝るの好きですか？僕ずっと寝てますよ。暇ったら寝てますよ。やっぱカツは味噌派ですか？いや、ソースです。ソースですよ。ソースしかないですよ。台湾のイベント、台湾のイベントもコロナで中止になっちゃって、多分やる予定ではいるんですけど、むくみという概念、めっちゃむくみますよ、僕。びっくりするぐらいむくみますよ。身長高かったんですね。なんか結構僕低く見られるんですよね。猫背だからですかね。お酒飲みますか？僕お酒大好きですよ。台湾のイベントは配信されませんか？わかんないですね知らないです。ゾーンとは仲いいですか？仲いいですよ。プライベートでも。顔が小さすぎるか。いや、そんなことないですよ。バスケしますか？バスケできないんですよね。お酒好きですよ。何でも飲みますよ。血液型 A 型です。ドラマでの衣装は、いや、スタッフさんが、はい。そうですね。夏はずっとビールですね。マネージャーに怒られちゃいますよ。ずっとお酒の話してると好きな曲、最近はもう中国語の歌しか聞いてないですね。やっぱ日本のニュースってあんまり入ってくる機会がないんで。歌素敵です。ありがとうございます。これポスターってあるんですけど、欲しいですか？欲しいですか？欲しい、欲しい。おお、お、
でないですね、そう。这是要要要讲那个。我在那个。什么 RT？ 你是要关注那个 WBL？ 欲しいです、欲しいです、欲しいです。ありがとうございます。おおおお。いや、3名様に、5名様に。CD もぜひ、どこだっけな。CD、Amazon と楽天で売ってるような気がします。多分僕の名前、中国の名前入れたら多分、あると思います。ポスター、めっちゃ大きいです。こんぐらいです。我看一下那个账号。もう一声。いや。申請買いましたよ。ありがとうございます。今後も日本語でライブする機会。はい。定期的には言い過ぎですけど、はい。機会があったらやりたいと思ってます。はい。じゃあポスターの抽選っていうんですかね。これですね。この WBL っていうアカウントがあるんですけど、そのアカウントをフォローと、この投稿をリツイートで、リツイートっていうんですか、RT って。多分そうですよね。で、当たった方には DM でお知らせします。フォローとリツイート、これですね。 WBL あ、じゃあサイン入りでやるんで、どうやって撮ったらいいんですかね。你再玩一下，啊，差不多，对，这边，五枚あるんで。日本の方ってツイッターかインスタグラム、どっちの方がやってる人多いですか？ニュージーランドのですか？送ってもらえますか？送ります。そうです、ライブ配信終了までにリツイートなんですか？はい、5枚あります。インスタ、あ、両方、ツイッターかな。うん、インスタなんかな。ツイッター、インスタ、どっちもインスタ。うん、はい。
じゃあ当たった方にはこれが届けます。どっちも多いです、ツイッターで。多分インスタとツイッター、インスタの方が若者が多い。若者が多い。インスタ見る線です。あー、でもなんかそんなイメージがありますね。僕ツイッター僕ツイッター全然やってなくて、でやったことなくて、あんま詳しくないんですよ。人と喋りたい方はツイッター、写真を共有したい人はインスタ、うん、両方かな。画質がいい方でライブしようし、ツイッター今 どんな感じですか。ホワツなんか、なんかインスタでライブするとなんか結構ぼやけますよね。若い人はインスタ、うん。YouTube チャンネル更新待ってます。はい。娘はインスタ、私はツイッター。インスタですかね。やっぱどうなんでしょう。インスタのライブじゃない。そうですね、ツイッター。なんか僕の勝手なイメージですけど、ツイッターは日本の皆さんの方が多いんで、わかんないですけど、ツイッターでやろうかなって。今日安定してる。そうですよね。ライブならインスタの方が見やすいかな。ちゃんと、はい。じゃあ今日はここら辺ということで、はい。で WBL 明日5は、うん、めちゃくちゃ面白いんで、日本時間の9時ですよね。ぜひ見てください。で僕のシングルも出してやってるんで。ヤングユーテンで検索したら見つかると思います。え、もう早い。ヤン今何時ですか。3時4分。はい、明日の配信も多分明日結構長くやると思うんで、注目ですけど遊びに来てください。じゃあ、お疲れ様です。